どうもこんにちは。こんにちは。NIG ツアー代表の磯井です。今日はボースオープン第1回優勝の福原翔太プロに来ていただきました。お疲れ様です。ちなみに今日のスコア69です。さすがですね。いやいやいや。さすが先輩っすよ。いやいや。実は僕福原翔太プロは高校が一緒で僕の2つ上の先輩です。あ、そうだったんですか。僕は記憶から抹消されてるらしいんで一応2人とも拓大光陵高校出身です、はいはい、じゃあ今日は福原君のクラブ紹介と、はい、テレビ局の中を覗いちゃうということでじゃあ早速、はい、いいですか。はい、どうぞ。じゃあまずはどれくらいです。これからいきますか。はい、アイスピード。そうです、アイスピード、ワンスピードじゃん。あ、ワンスピード、すいません、エリートさん、申し訳ないですエリートです、はい。これはどうやって使うんですか。これは、まあ、僕は結構体朝ほぐしたりするのに、はい、これ前後で重さ違うんですけど、はい、僕は結構重い方を朝振って。なるほど。でタイミング取れるようになるんで。ああ、なるほどなるほど。軽いのはダメですか。いやいや、ブン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 スピード出すのにいいと思います。体ほぐれますよ結構。気が向いたら誰か購入してください。次、あ、これ僕は持ってますよ。ラバイツさん。本当ですか。持ってます。お揃いですね。お揃いのツアー AD のツアースティック。これ、あれですよね、売ってないですか。そうですね、なかなか。これ支給品です。これ支給品。次はドライバー。ドライバー、これはね、渋子ブームの G425 最高です。マックス、マックスですよね。マックス、マックス、9度。これ、鉛なんで貼ってますか。これドライバーの長さが結構短くて、はい、バランスが出ないんで。なるほど。その分、鉛を。なるほど。で、シャフトが XC の 7X ですね。はい。あ、グリップは、グリップはエリート。福原プロ全部エリートですか。エリートですね。エリートさん、いただいて。いただいて、ありがたいことに。最高のグリップです。スプーンどっちですかこれ。こっち。スプーン、こっち。スプーン、よいしょ。シムマックス15度。これなんでシムなんですか。今マーベリックとかいっぱいあるじゃないですか。うん、ありますね。いや、そんな強いこだわりはないんですけど。こだわりなしですか。うん、最初 M これ6なんですけど、はい、これのスプーンを使ってて、はい、で、まあ新しく出て、座りと顔がめっちゃ良かったんで。なるほど、なるほど。それで買いました。なるほど、はい。ちなみにシャフトはまたまたこれグラファイトさんのこうか、 PT の 7X です。はい、次これが M6 ですね、はい、さっきしゃべ、言ってた5番ウッド18度 PT8X。 これもう結構使ってるんですね。じゃあ、うん、これは長いですね。これフル株ですね。はい、フル株です。これみんな買ってください。ゴルフパートナー結構売ってますか。最高です最高です、最高です、いただきました。次、3番アイアン。3番アイアンですかこれ。三遊、うん、まあ3番アイアンの代わりで。これ結構古くないですか。これだいぶ古いですね。 G625 え Z 全然違うけどね。なんか何のクラブか分かんないZ65U653 番の20度。これだいぶ古いですね。これだいぶ古いですね。あれ、これシャフトちょっと軽いんじゃないですか。シャフト、うん、105の X。 はい、まあ球も上げたいんで。なるほど。そういう方がいいのかなという。これあれですね、スリクソン。これだけスリクソンですね。うん、なんかずっと使ってるんで。なるほど、まあ、安心感があるんで。なるほど、なるほど、はい。メインのアイアン、アイアンね、これすごいですよ、はい、ショートさんのアイアンは。これ三浦です。三浦のアイアン、これ名前入ってるんですよね。そうですね、三浦製。他になんか、なんていうの、なんでこれは本当にめちゃくちゃいいです。前も、これの前も三浦さん。いや、これが初めて使ったね、三浦さん。うん、なんか三浦から変えたわけじゃないですか。三浦に変えたわけじゃないですか、うん、それなんかきっかけみたいなのあるんですか。
まあクラブ契約がフリーになって、はい、で何にしようかなって悩んでたところで、はいはい、顔が結構良かったんで、なるほどなるほどなるほど、打感も最高だし、うん、これだなと。なるほど、それでじゃあ見えるようにしたんですね。はい、さあ最後ウェッジです。ウェッジ14さんの RM4 RM4 ですよね、うん、RM4 これ、ソタさんの場合は52と58ですね。そうですね、はい、これ、H って何ですかこれ H58 のその H の意味は分かんないんだけど、なんかソール形状が違くて、ああなるほどなるほど、3タイプ、はい、3種類あるのかな。なるほどなるほど、はい、で、まあ、この形状が自分は好きだったので、なるほど、で、これを使ってますね。なるほど。今、ウェッジって売ってるのってメッキが多いじゃないですか、うん、メッキ入ってこうピカピカのやつ、翔太、うん、さんはこのノーメッキじゃないですか、はい、そのノーメッキにプロがみんなする理由ってやっぱ何が一番大きいですか。何が大きい、はい、だってメッキ入りだって選べるわけじゃないですか、うん、いやまあ僕個人的な理由だけど、はい、こっちの方が食いつくのかなっていう気はして。ああなるほどなるほどまあ食いつきがいいし、はい、まあ、基本アプローチ下手だったんで、はい、そんなことないですよそんなことないです、こうやって言ってますけど、いやいやいや、だからまあ、うん、かっこいいですしね。まあね、かっこいいも大事ですから、うん、ちなみに僕もノンメッキです、どうでもいいね58ね、はい、はい、じゃあ次、さあ最後パターです。まだ終わりません。最後パター、パターね、今日この人よく入るんですよねこいつのおかげで本当にブラックシリーズの L 字何番ですかこれ。何番？9番。こう1年か2年頃なんで、はい、長いです。そうですよね、うん、もうじゃあずっとずっと愛用ですね。愛用、まあ何か変えてもまたこれに戻ってくるみたいな。ちなみにヘッドカバーは Twitter のアカウント書いてある。そうです。これ売ってないですよね。売ってないです、ね、作んないといけないですよね、はい。これどこで作ったんですか、ちなみに。これは、あの、司令の方が。なるほど。じゃあこれ、あの、福原プロのツイッターなんで、フォローしてください。フォローしてください。絶対ですよ。じゃあ次、キャディバッグいきます、キャディバッグね。翔さん、どっか行きます？どこでもいいですよ。なんか先輩のキャディバッグ、開けづらいね。ね。怖いっすよ、うん。ちなみに、福原プロは、これ、KY コーポレーションさん、所属で。はい。これで、小平車両さんが、スポンサーと、あとは、新昭和さん、新昭和さんがスポンサーでついております。はいはい、はい、じゃあ行きますけど、待ってね、あれ何も入ってない昭和さん何も入ってないじゃないですか。本当に何もないんですよ、すいません、つまんないキャディバッグで。サングラス、はい、あ、レーダーですね、はい、ちょっといいですか。どうぞ。すいません、なんかいいレーダーですこれね、サングラスよいしょ、目をね、やっぱ養わなきゃいけないもんね。さあ、次行きましょうか。次、はい、かけますよ。触れないのも嫌でしょ。はい、かけたことに触れない。すごい、何にも入ってないそれはね、あの紐でできましたよキャディバッグの、あの、何、予備ですね予備ですね、予備ですね。ちょっとしまいますね、はい、次、横入ってます、なんか横、うん、横入ってないですね。あ、入ってる、なんかそれ開けていいやつ、薬が入ってんじゃないかな薬、それまずいっすね、うん、あ、なんかもうぐちゃぐちゃになっちゃってるけど、鉛、鉛っすね、はい、プロゴルフ必須です、これ。そう、これ大事、これ大事、剥がれた時にね、そういつでも曲がりそうになったらペタって。たまにアレルギー出るんで。あ、何のアレルギーですか。花粉症もあるけど。あ、なるほど。結構ね、エビとかに食べると死んじゃうから。ああ、言ってましたね。そのための薬ね。これセイロガン。セイロガン。はい。緊張した時のためのセイロガン。そうです。お腹痛くなっちゃうからね。あ、あとちょこっとお守りが。あ、お守りがね。お守り大事ですよ。勝ち守り。次、レーザー。これだいぶ使い古しい。これめちゃめちゃ本当に。ブッシュネル。うん、これ結構使ってますよね。だいぶ使ってるね。やっぱいいっすか、ブシュ。いい。壊れないですもんね。うん、壊れない。本当に壊れない。でも結構いい値段するんですよね。そう、でもそれ以上に壊れない。そうですね。
僕もおすすめです、ブッシュネル。なんかスポンサーみたいになってブッシュネルか。ボール、セリクソンの。ボールはスリクソンの赤いマークの方です。何でしたっけ ?XV。そう、XV。で、これ、会社のマークがバッチリ入ってます。さすがですね。名前は、福原って文字だけ。金文字で。金文字で。金好きですか金好きではないんだけど、なんかちょっと頑張れそうじゃん。金好き。金が好きものは何が好き稼げるかもしれない。あとはグローブですね。グローブ。グローブ。スリクソンさんの。スリクソン。あ、いただきました。あとは、あとはね、僕気になったのなんですよ、これ。これ PGM チャンピオンシップのゴールデンバレーの時ですね。これ出たらもらえるんですか？これ出たらもらえます。なるほど。じゃあ若手はあれですね。これを目標にして。そうですね。結構おかしいですね。年プレート目標にして出たいですね。頑張って常に。そうですね、常に上を。あ、こっち上げてないですか？あ、自ら、翔太プロ自ら。なんもないからさ、結局グローブ。やっぱ、あれですか、僕一個思うことなんですよ、ずっと、うん、みんなジップロック入れますよね、プロゴルファー。まあね、濡れないですからね。そうそうそう、雨降った時もね、便利ですよね。そう、グローブ濡れてると嫌だから。アマチュアの皆さんもジップロックにグローブ入れれば濡れないですから。多いよね、多いっすよ、濡れてる人ね。多いっすよ、うん、雨の日ゴルフしないですね、みんなね、うん、すいません。ちなみにこのキャディバッグ作っております。はいはい、TY コーポレーションさん所属なので、前面に KYC と書いてあります。なかなかいないですよね、プロゴルファーはね。ああ、まあでも最近結構増えてきましたね。最近増えてきました。うん、あの某メーカーさんが作ってる、うん、なんかね、契約ない方も増えてきたから。まあそうですね、最近はこうね、クラブフリーのことが多いんで。そうですね、なかなかね、増えてきましたよね。かっこいいですよね。かっこいいですよね。ちなみにお値段いくらですか？わかりません。それはそうですよね。ね、お願いして作ってもらったらいいですよね。すいませんでした。あの、通販の番組でありませんので、ご注意ください。はい。はい。というわけで、今日はちょっとグダグダでしたけど、あの、福原プロのキャディバッグ紹介やらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。